Thank you.
レゴー。左足のシュートは形として自分の中で持ってるんで自信持って振りました。切り替えて天皇杯に向けて準備したいと思いますし、何が何でも勝ちたい試合なんで、自分もいいプレーできるようにしっかり準備したいです。でも本当にたくさんのサポーターが来てくれたんですけど、そこで勝てることができなくて、悔しい気持ちでいっぱいです。ただ試合の部分では、立ち上がりの部分で失点、2失点してしまって、そこから自分たちのペースを崩してしまったので、そこはやはり反省しなければいけない部分かなというふうに思います。僕の特徴としてやっぱり自分がボールを触ってこうチームに活力を与えるという部分だと思うので、そこは意識していましたし、実際こう自分から回転のパスのところでチャンスになりかけた部分もあったので、そこをもう少し点に関わるようなパスだったりっていうのでこう自分をアピールできたらよかったかなというふうに思います。なかなか勝ててないですけど、自分たちはもう後がないというか、ここからチャレンジャーだと思うので、相手 FC 東京ですけど、勝てるように全員で頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。早い時間帯に失点してしまって、そこから追いかける展開になってしまったんですけど、いつも同じような形で追いかけるような展開になってしまっているので、やっぱりそこの入りのところの集中するところだったりっていうのは、まだまだ足りてないのかなと思います。やっぱり自分自身途中から入って、そこで結果を残さないと、自分自身のアピールにもならないですし、そこから逆転するっていうところまでに至らないと思うので、やっぱりもっともっと途中から入って積極的に仕掛けて自分の特徴を出していけたらなと思います。今日はアウェーにもかかわらず、多くのサポーターの皆様に場所を感じていただいてありがとうございます。その中で結果を残せなかったのが、非常に残念です。次はホーム、天皇杯とリーグ戦ホームで試合は続きますので、また熱い応援をよろしくお願いします。自分は後半の頭から、0-2 というスコアの中で入ったんですけど、自分的には天皇杯の突戦のこともありますし、全然、自分がゴールを決めれば逆転できるぞっていう気持ちで試合に入ったんで、勝ち負けどこより、まず自分が得点して、チームの雰囲気をもっともっと上げることができなかったので、それが一番悔しいです。全然シュートまで行けるところであったり、たくさんクロスが入っていたり、シュート打てていたりなど、たくさんゴールチャンスはあったんで、そこを決めきる力が自分には本当にないなと思いました。なかなかこうやって勝てていない状態が続いていますが、自分たちの勝利を信じて、たくさんサポーターの皆さんが声援であったり拍手であったり、自分たちの力になるような応援を本当にしてくれているんで、自分たちはその応援に応えることができるように、サポーターのためにも応